フジ、わからないふりはやめなさい。え、あなた私を見て楽しんでるでしょ。教育のためにどう言ったらいいか悩んでるのに笑ってるの分かってるんだから。ちょっとエリス落ち着いて。ならはっきり言ってあげる。あなたの断コン通称チンコを彼女の秘書通称マンコにプラグインするのよ。それってセックスだよね。ええ、そうよ。セックス、セックスよ。彼女の一番奥まで突っ込んでセックスして、あなたの情報がいっぱい詰まった精液を叩きつけて刻み込むといいんだわ。お前は俺のものだってね。セックス、中出し、刻み込む。簡単でしょ。簡単でしょ。はい、副将。セックス、中出し、刻み込む。声は小さいけどよくできました。本番でオスプラグまで小さくならないようにね。エリス、でもそれはいいのかな。いいに決まってるでしょ。手段を選んでる場合じゃないし、処分がまた始まるかもしれない。セックスするかしないかを悩んでいても仕方ないの。わかった。セックスよ。あんまり連呼しないで。